Leave my thoughts on the table. Set my keys by the door. All these fortune and fate, I don't think they need us no more. In my head like a blitzkrieg, on my heart like a war. Coming back to your heart. This one ain't mine anymore. Will you wait by yourself? Dress like an angel in white on the way. Can you be? すいません、ビデオ。お願いします。今から緑谷兄にビデオ撮ってもらって、貸し切りなんでやっていきたいと思います。降りるとこが結構危ないんで、これ多分初心者の人無理だと思うんですけど、こんな感じでここから降りていくしかなくて、このビーチに行ってそのまま沖に向かうみたいな感じになってます。舐めてた、ミネルフィンしか持ってきてない。今回はロストンのメンヘムを持ってきました。長さいくつですか？長さは59ハーフです。はい。うわー、小波だと思ったからちょっとラージの日置いてきちゃった。舐めてた。兄弟セッションですね、貸し切り。貸し切り。まさかこんなあると思わなかった。膝腰ぐらいしかないのかな。このサイズやるの超久々だわ、逆に。以上やっぱ持ってるわ俺。はい、あります。はい。ではいってらっしゃい。ごめん。This is our time to rise back from the sand and claim our freedom. Talking about freedom.
はい、お疲れ様です。お疲れ様です。楽しかった。多分初心者は無理っすねそこの崖がやばい。でも波は入ったら胸肩ぐらいあって、グーフィーオンリーなんですけど結構楽しめる波でした。どんな感じなんですかこの波は。ここはサイズが頭オーバーぐらいになった方がパキッとしていい感じ。結構インサイド浅いですね。浅い。今干潮ちょっと過ぎたぐらいだから。でも深い方だから。あ、そうなんです。全然できる。ハイタイドだと。ハイタイドだとちょっとポヨンポヨンする。ああ、なるほど。バックオッシュ入って。いや楽しい。なんかロケーションもめちゃくちゃいいですね。光があったら本当に良かったかなと思って。一番怖かったのはやっぱそう崖高いとこ苦手なんでめっちゃ怖かったけど、でもすげえ楽しかったっす。お疲れ様です。あのちょっと長いセッションになっちゃったと思うんで、あの前半と後半に分けて映像を楽しんでもらえたらと思います。後半戦どうぞ。大地、おい、
はい、というわけで今回は八木島というレフトのポイントでサーフィンしてきました。まだ弟ともう一人紹介したい子がいるんですけど、まあ、ちょっとまだ上がってこないんで、ここでエンディングにしちゃいたいと思います。奄美編はいろいろこれからもアップしていきたいと思うので、ぜひあのチェックしてください。いいねとコメントなどもどしどし待ってるのでよろしくお願いします。見ていただきありがとうございました。